武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は高知大学の物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが、教育と理学部と医学部でそれぞれありまして、医学部に関しては時間120分で2科目回答となっており、教育と理学部に関しては90分で1科目という形になっております。問題は全ての学部共通ですね。で、大問が3題、出題される形となっております。で、3題の大問については力学と電磁気は、毎年出ていますが、まあ、熱力と波動に関しては、まあ、どちらが出るかなという形ですね。で、問題の、難易度、に関しては、まあ、標準的な問題中心なので、まあ、両門の風などマーチレベル相当の問題集やっておくの方がいいかと思います。ただ、毎年のように論述問題が1題は出ておりますので、国公立標準問題集キャンパスを、まあ、追加でやっておいた方がいいかなとは思います。まあ、それなくても他の部分がちゃんと解ければ合格点は十分取れるとは思うので、対策自体は別にしなくてもなんとかなるっちゃなんとかなるんですが、まあ、対策しておきたいなという場合にはしっかりそこを解けるようにしておきましょう。まあ、とかくその標準的な問題集一通り終わっていれば、まあ、解けないような問題というのはほとんど、ありませんので、まあ、ちゃんとこちらをですね、答えを出し切るという形ですね。で、まあ、途中式の計算式でちゃんと記述しなきゃいけないので、まあ、答えを書く練習ですね、はちゃんとやっておきましょう。で、まあ、おそらく特に、まあ、医学部医学科に関しては、ですが、まあ、時間の余裕が正直その大問3つで60分って考えると、ないので、まあ、解ける問題、とトータルで解ける問題数が多くなる問題ですね。要は解くのに時間がかからないかつ確実に解けるであろう問題を選定してちゃんと解き切るということをですね、練習しておく必要があります。なので無理になんか全部解こうとして時間、焦って使っちゃって結局本来解けなきゃいけない問題が解き終わらなかったみたいなことがないようにですね、時間配分の練習を特に医学部医学科志望の場合は心がけてください。以上が物理の勉強となります。